者として非常にこう違和感があったものの一つにですね、中学校の校長先生が中学校の女の子の前でですね、あなた方は職業どういう職業に就くかというよりも健全な体で子供を2人以上産むことが大切だというお話を、まあ、朝礼でしたと。でこれが、軽薄なと言った方がいいですけど、軽薄なマスコミに取り上げられ騒ぎとなり、あまり教育のことよりか自分の出世なんかを注目していると言っていいと思うんですが、教育委員会がですねこの校長先生を処分して校長先生をお辞めになったという事件がありました。この事件を私が見ているとですね、本当にこうなんか軸がなくなったっていうんでしょうかね、これはその男女同権とか男女共同参画といったですね世の中の流れに反するというふうに受け取られたわけですが、女性が子供を産むっていうのはですね全然男女平等とか男女共同参画とは関係ないですよね。だって体がそうなってるし、なんつったって私たち哺乳動物は、両性生殖なんですから、その女性が子供を産まなければどうにもならないわけですね。例えば私が講演でよく言うのはですね、もしも女性が子供を産まずに、次の世代はもう日本がないと、もうあと30年経ったら子供がいないから日本はもう全然なくなっちゃうっていうなら、日本のことも話さなくていいし、年金なんかも話さなくていいし、何にも話さなくていい。ただ私は多分家で酒でも飲んで寝転がってるだろう。つまり私たちの望みは子供であってですね、それ以外では実はないんだと。自分の命とか自分の人生っていうのはですねあるように見えて実はないんだという話をよく講演でするわけですね。そういう意味では子供を2人産むということがですね、この人生で最も大切なことだと私は思うわけですね。あらゆることを捨てて、例えば女性が職業に就くとか、男が何をするとか、大リーグで活躍するとか、そんなことと全然レベルが違ってですね、二人の子供を産むってことが大切だということになると、女性は体を元気にしておいて、そして結婚して子供を二人産むと、男性はこれはいろんな考え方ありますが、私はですね、国を守り家庭を守り妻子を大切にし、お金十分に妻子に渡し、自分の人生よりかその妻が産む2人の子供を大切にするというのがですね、まずは、人間という、種というか生物種から言ってですね最も重要だと、それが行えて初めてですね、人間の文化とか小説とか素晴らしい音楽とか、それから女性であればですね、いろんな女性としての活躍、デザインだとかですね、社会の進出とか、そういうのがあるわけで、それは結婚して子供を2人持って初めて生じることだということですね。で、このことを言うには科学者としてのもう一つ気をつけなきゃいけないのはですね、分布の問題なんですね。このシリーズでも言いましたけど、集団っていうのは必ず分布があるわけですね。結婚して子供を2人持った方がいいと言いますと、私は結婚してないとか、私子供がいないとかいった話がすぐ出てくるんですね。これはやっぱり、学校教育の失敗とも言えるんですけども、例えば1万人の人がいたり、1万人の猫がいたり、1万個のなんか、ボールがあったりしますとですね、それは全部同じ状態ってことはもう物理的にありえない、非常に難しい言葉を言えば非常にエネルギーの不安定な状態なわけですね。でしたがって1万人のうち、8000人とか9000人が結婚して子供を産むというような状態というのは本当にこう珍しいぐらい均一な時代のことで、6割結婚して子供が2人がいいということがみんなでそれに努力してもですね、かつ、6割ぐらいは結婚して2人の子供がいるけども、1、2割が結婚しても子供がおられない人、1、2割が結婚できない人っていうふうにこうなるわけですね。でこの1万人のうち6000人が結婚して子供を持つということを避けようとよく言われるんですよ。そんなこと言っちゃいけない、結婚してない人がいる。いや、そんなこと言ったらですね、世の中っていうのはですね、例えば長寿社会を作ろうとか言ったって、いや、そんなこと言ったって5歳で亡くなる子供もいる。それはそうなんですよね。いや、それはね、言いがかりっていうか、僕に言わせればアウトローの論理なんですね。そのなんていうか、ケチをつけるとかですね、そういった類の話であって、やっぱり私たちは中心的な幸福の状態というものを設定し、できればそれに対して合意をし、
そしてその他も生じるんですけどね。例えばその最初の中学校の校長先生の例を挙げればですね、それは校長先生正しいことを言ってるわけですね。配慮が足りなかったとすればですね、先生がお話をなさるときに、これからお話しすることは、女性の平等とか女性が職場に社会に進出するとかいうことと全く違うことなんですよと、そこ間違えないでくださいねとね、あの女性の社会進出を私が反対するとかいうこと全然違うんですよと、ただ私が女子の皆さんに言うのは、あなた方が最も大切なことは結婚して子供を持つということであって、まあ、それが人生の基礎なんですよと、まあ、いうお話の仕方をすればよかったのかもしれませんが、まあ、現在のマスコミ界とかですね、私もよくテレビの放送出るんですけども、言ってはいけないことっても山ほどあるんですね。それはですね、かわいそうな人もいるからっていうのがあるんですよね。だからまあそれの一番典型的には、性同一性症候群の人のことを悪口言っちゃいけないということでですね、まあ私なんか随分気をつけてるわけですね。いや、性同一性症候群の人を全然もうバカにしたり差別したり全くそういう気持ちないんですよ。私全くないんだけれども、性同一性症候群の人の人生を見ていると、やっぱり人間というのは男性は男性、女性は女性としての体と心を持ってることがいいことだ。例えば交通事故では片足をなくした人がいる、片足をなくした人がいるから片足をなくすことがいいとは言えないんですね。やっぱり両足があって健全な方がいいんだけれども、不幸にして、人間が何億人といるとですね、片足を失う人がいると、そういうことなんですね。だからつって片足を失う人の待遇とかその悪くしちゃいけないし、もちろん差別なんか全然する必要ないんですが、だからといってですね、交通事故が増えてもいいじゃないかとかですね、そういう議論になるのがまずいんですね。で、まあ、特に性同一性症候群について私はですね、女性が妊娠したら初期の頃、まあ、大体3ヶ月から4ヶ月ぐらいだと思うんですが、まあ、その頃仕事を辞めればですね、一時休業すれば、私は性同一性症候群の発生というのは極端に少なくなると思ってるわけですね。まあ、これはデータがあるわけですね。そういう議論をするためにはですね、やっぱり性同一性症候群は望ましくない形だということをですね、社会的コンセンサスにしないとその先に行けないんですよね。これは生物としてっていうかですね、私はですね、科学、まあ心が冷たいわけじゃないんですね。むしろ僕はそういうふうに考える方が心が温かいと思うわけですけどね。だから、まあ、そういう意味では命を大切にする、人生を大切にするっていうのは非常にこう合意ができるんじゃないか。じゃあ大切にする、人生を大切にするという一番の大切なことは自分の命はやがて尽きてしまう。子供が、日本中に子供がゼロならば、私たちは人生も同時に失ってしまうということはもうはっきりしているわけですね。ということはどういうことかというと、私たちに子供がいなければいけないということになりますね。ということは結婚しなければいけない、結婚して子供を作るということが最大問題であるということですね。まあ、そういう意味で最近男子がですね、まあ、錯覚して結婚しても働いてるお金を家に入れないっていうことがあってですね、その個人主義というか全然人生を間違って考えているということですよね。男性は女性と一緒に子供を作るわけであって、産むのが女性なんであってですね、男性と女性がいなければ子供はできないわけですから、男性は子供を産む女性に最大限の貢献をしなきゃいけないわけですね。それはまあ簡単に言えば家庭を守り、妻子を守り、妻にお金を全部渡すということなわけですね。これは命を大切にする、人生を大切にするっていうものの基礎、最も大切なことであり、それが満足して初めて個性とか能力とか、まあ張り切ってやるとか幸運だとか不運だとかいうのがあると、まあ、いうふうに私は思うんですね。なかなか厚い壁ではありますが、私はそう思います。